ジャスティン・バーレル、ここもインサイド、オフェンスリバウンド自ら取ってからのボースハンドダンクです。ジャスティン・バーレル、ここもダブルチームの静岡ディフェンスなんですが、ラベナベースラインからレイアップどうか。このボールがジョン・ハーラーに入った。2対2、ジョン・ハーラーボースハンドでいきました。ジョン・ハーラーに預けて、ここは川又とのマッチアップだ。ミドルポストからローソン・ジュニア、スリーもある。あ、タフショットになりましたが、よく決めて、しかもエンドワンです。クリーナー、リバウンドから田原が決め切りました。いや、最後のプレーは、しかもこれエンドワンになりましたか。柏倉、ややゾーン気味静岡のディフェンス、キャッチ&シュートで枠川ブロープレーが運んで、ブロープレーのスリーだ、来ました。右ウィングからのトーマスブロープレー。キャプテンの加納もコートに戻ってきています。ベルテックス静岡、ミドルポストの位置、ブロープレー、ブロープレーからゴール下、ジョン・ハーラーだ。ボールコントロールは岡田です。ブロープレー、ブロープレーのシュート、決まりました。スリーポイントです。ジャスティン・バーレル、枠川、枠川のディープスリー、リバウンドクリーナーから、オフェンスリバウンドから1本です。ブロープレー、ブロープレーのスリーだ。おお、決まりました。枠川選手がこの第3クォーターに入って、立て続けにファール2つということになりました。ここもオープンになっていました。岡田です。岡田、ここもハーラーピックの動き、岡田からハーラーに渡す。ハーラーのフローターだ。まあ、ゾーンディフェンスなんかもありましたけれども、今またマンツーマンかゾーンディフェンスか。エンドワンになりました。いや、ここはボール奪いました。江原から手前コーナー、モータム3前、ここはブロープレー、イージーです。山田アトム、残り5秒4秒、ステップバックでスリーポイントが来た。山田アトム、クラブ史上初の勝利ということになります。